パリ五輪、卓球女子シングルス、3日、パリナンアリーナ、3位決定戦で日本のエース早田ひな、日本生命、イコール北九州市出身イコールが第4シードの新郵便、韓国、と対戦し、視力を尽くして4-2で制して銅メダルを獲得した。パリの奇跡、座り込み号泣する早田、動画、負傷を抱えた利き手の左前腕には痛々しいテーピング。 試合前には痛み止めの注射を打って挑み、日本のエースが勝ち切った。コートに座り込んで涙が溢れて止まらなかった。専属の石田大輔コーチ、どうイコールどうイコールも感無量で奇跡ですと涙した。試合前練習の時点でも痛みがあり厳しい状況だったというが、試合直前に解放に向かったという。最後に治療してもらってるときに、ちょっと良くなったかもっていっ 信じられないです。それまで2時間練習を見てましたけど、とりあえず涙が出ないことを自分で我慢する。自分に涙を出すなと、ひなガーンだけ笑顔で練習して諦めずにやっているから、僕はもうとにかく涙を出すなって思ったぐらいの練習しかできなかったんですと振り返り、また方が光る。準々決勝で痛めた左手首をより使うバックに本来のパワーはなかった。 それでも高い技術と戦術の幅を持つ早田の知力の高さが目立った。早い打点でコースを散らして崩し、チャンスを見て体全体で武器のフォアドライブを繰り出し勝ち切った。石田コーチは、この10年見てきて、こんな状況でメダルを取れるって本当にあるんだなって。僕は100%諦めてました。本当に、あとは、ひなの気持ちを切り替えさせてあげたらいいかな、とか考えてたんで。 奇跡ですとマナ弟子の奮闘を喜んだ。